一鳥橋の戦いは、日本松城主、畠山義次が、伊達明衆を拉致して、両者とも死去した事件がきっかけで、天正13年11月17日に、旧和立軍本宮の人鳥橋付近で起きた戦い。道の区国南部の洞の中央集権下を、格索していた伊達氏は、伊達正宗を擁して弔いが戦をしていた、日本松城攻めの最中、 日本松救援の名目で駆けつけた佐竹氏及び、足柱の南欧諸大名の連合軍と激突した。室町幕府の崩壊による、欧州丹大の権威の喪失や伊達春宗の死去、天正十二年の足名森隆死去後の足名家の、本命と、家督相続問題、天正十三年五月の伊達政宗の足名攻めでの、敗北、橋場秀吉の関白就任による朝廷の権威の、回復、 春宗の次男、伊達明州の旧死による、伊達家中の世代交代、日本松畠山市の頑強な牢城戦が重なり、伊達市のほらが、佐竹市、岩木市、二階堂市、足名市、白川祐希市、石川市らのほらにより取って変わられる機会が生じた、ことで起きた戦いである。天正十年六月二日、本能寺の変が起こり、織田信長が天下統一を目前にして倒れた。 伊達明衆は、南欧諸大名の洞の中央州喧嘩を図り、相馬盛継、吉種を攻め祖父、伊達種宗の隠居領、伊グ軍を奪還した。天正十二年十月六日、足名森高が死去し、当主を失った足名家は、内紛の危機に直面した。この時塩松領の小浜城主、大内貞綱は、正宗の性質、愛機の実家である田村氏と対立を深めていた。 塩松領は、伊達領と日本松領、田村領、相馬領に囲まれた干渉地帯である。同10月、父、輝き州から家督を譲られた伊達正宗は定綱に、伊達家への侵入を迫った。定綱は、侵入を拒み、足名家を頼って、反旗を翻した。天正13年5月、正宗は足名氏を攻め敗北を起死した。7月、 橋場秀吉が関白となり、豊臣政を名乗った。8月、政宗は、大内貞綱を塩松漁に攻め、貞綱は、日本松漁、足な漁へ逃れた。政宗は、貞綱と、隕石関係にあった日本松城主、日本松義継に対しても攻撃を加え、義継は、輝き衆の圧戦を受けて降伏した。10月8日、義は、宮森城にて中に、 輝き衆を拉致し、政宗の追手によって、輝き衆と同時に撃たれた。父の元より前日に飛脚が来て、本日帰還すると聞いていた、吉継の維持、国王丸は喜び勇み、これを迎えようと阿武熊川の辺りまで出向いたが、軍勢が鉄砲の音を立てて迫ってくるのを見て驚いた。二本松氏は、吉継の重邸、新城森継を中心に、 国王丸を用して牢場船の展開を始めた。まず、佐竹、藍津領所へ九州をもって通達し、二本松の四条本宮、玉の井、渋川の三箇所を開け、その人数を二本松に集めた。10月15日、正宗は、父の初七日が開けると、正室愛機の父田村清明、輝き州の都い合戦として、火星の要請を承諾していた。 相馬義種と共に一万三千の兵を率いて、日本松白攻めを開始した。11月2日、日本松市救援のため佐竹義重、吉信、足名亀尾丸、二階堂阿南、岩木恒隆、石川昭光、白川義近、義吉ら南王諸大名が挙兵、派兵して集結した。11月10日、連合勢は須賀川まで進出。この時、笹川美出産省、 新た小売山は、田村氏の領地であり、佐竹義信が婦人した地に、久保田とある。伊達政宗を助けて、日本松白攻めに参加していた、相馬義種は、石川、白川、須田宝紀などが願える風文が立ったため、これを大事として寄陣していた。また田村清明は、家臣、田村右近大部が居住する阿久津の三馬の方角の行行に婦人した。 連合軍接近との法を受けた正宗は、日本末城の包囲部隊を残して、自軍の諸城を固めた上で、自らは、主力7戦を率いて、迎撃のため、岩角城を経て、本宮城に入った。11月17日、本宮城を出た正宗は、安達田良川を渡って、南方の観音堂山に布陣する。前日のうちに、芋川南方の前田沢に婦人していた、佐竹及び、 南欧諸大名の連合軍は、伊達本陣をめがけて、北進を開始し、瀬戸川にかかる人取り橋付近で両軍が激突する。伊達軍と連合軍の兵力差は7000対3万と4倍以上であった。戦闘は連合軍の一方的な攻勢に終始した。兵数に劣る伊達軍は改装し、連合軍は伊達本陣に突入。政宗自身も鎧に、や一筋。 銃弾5発を受けた。配色濃厚となった、伊達軍は正宗を逃がすべく、軍配を預かった、縮小、鬼は左月祭が殿を務め、一取り橋を越えて敵中に突入して、内死にを遂げた。また、東方の瀬戸川間に布陣していた、伊達城日の軍勢500も、攻撃を受けて、攻撃を受けたが、踏みとどまって、時間を稼いだため、正宗は、本宮城に逃れた。 伊達軍の壊滅は必死であったが、日没を迎えたため、この日の戦闘は終結した。ところが、同日夜、佐竹家の武将、小野崎義政が陣中で家臣に刺殺されるという事件が発生し、さらには本国に北条方の馬場上主江戸重道や、安房の里見義寄らが攻め寄せるとの方が入ったため、佐竹軍は撤退を決定した。 優勢な状況下で3万の軍勢が撤退したことは、後年様々な憶測を呼び、佐竹氏の本国急変は正宗による裏工作があった等の説が生み出されるに至った。この戦の勝敗については、政略面、戦術面から見れば、南欧初大名を、伊達氏のほらの支配下から解放させた、連合軍の勝利であった。ただし、5年前の三代田合戦の段階で、 南欧諸大名の主導権は、伊達氏から佐竹氏に移っていたとする説もあり、すでに確立していた佐竹氏のほらを守っただけに、過ぎないとする見方も成立する。一方、戦略面から見た場合、連合軍はひとまず、日本末城陥落を阻止し、伊達軍に対し損害を与えたものの、本宮城を攻略する。あるいは、伊達軍を壊滅に追い込むには至らなかったため、 決定的戦果を挙げたとまでは言えない。正宗は岩門城から小浜城へと引き上げ、ここに滞在して、冬を越した。翌春から日本松勢目を再開したが、首相、新四郎森次の防戦と南欧諸大名による小詰めのため抜くことができなかった。牢城する日本松勢も戦闘継続の限界に達したため、7月16日に相馬吉兼の圧戦を受けて、 日本松勢の合図退局を条件には僕が成立し、日本松城は無欠解除した。このことについて足中診断からは、佐竹義重へ訴状が届いている。この戦い以降、佐竹氏は、北条氏との戦闘が激化したため、再び、伊達氏に対して、積極的軍事行動に出ることはなくなった。伊達城実が、日本松城氏となったものの、伊達種宗、 春宗によって築かれたホラワが開始、南大宇の伊達氏を中心とする政治体制、外交秩序は後に、佐竹氏を中心とする連合勢に、その主導権を奪われることとなった。対してこの旧来の体制からの脱却と大宇の派遣を求めた、伊達政宗は、日本末城という足がかりを得て、さらなる領土拡大を目指し、足なりをへ武力進行を進めた。 合戦が行われた福島県本宮市の国道を4号線沿いには、戦死した鬼には左突き祭の墓と、古戦場跡石踏みが残る。ありがとうございます。